スランプ構造は主に海底における地滑りによって形成された構造のことである。スランプ構造は戦術の通り地滑りによって形成された構造の総称であるが、その形状によっていくつかに細分されている。スランプ集局は複数の地層を巻き込んで形成された流れ集局の一種である。堆積作用に関係なく形成されているかという点において一般の集局とは、 以下の点で異なる。地層中において、極部的に発達している正常な体積層に挟まれている全体の傾斜に対して軸が直行している。また路頭においては、これが示す、走行、傾斜が上下の層と著しく異なることが多いため、注意が必要である。反対に一部の実が露出している場合は、通常の体積層と紛らわしいため、これをその路頭の走行、 傾斜とすることは誤りであるが、路頭内で異常な走行、傾斜を示しているからといって、スランプ集局であると断定してもならない。例えば断層による地層の引きずりなどによっても異常な走行、傾斜を示す。スランプ歴は、スランプ集局は、地層が分断されずに連続しているのに対して、分断されて破片が気質中に分散している状況のものである。 スランプ構造は主にその層が堆積直後のため、未固結である海底において発生する地滑りによって形成される。小川久田によると、堆積性メランジュに限った話ではあるものの、素有であれば液状化が起こりやすいため、砂質のものが気質になりやすいとしている。神奈川県三浦市海外町のスランプ構造神奈川県三浦市海外町に所在する路頭の一つには、 スランプ集局が認められる。神奈川県三浦市浜小磯のスランプ歴神奈川県三浦市浜小磯の海岸においては、スランプ歴が認められる箇所が存在する。三浦総群三関層のスコリア質砂岩を基質とし、ここにガ岩が含まれている。ありがとうございます。